インターネットテレビウィル増刊号の山根です。白川さんよろしくお願いします。お願いします。第4回ゆるトークのお時間がやってまいりました、はい、で今回ちょっと最初にちょっとお知らせがあるんですけども、はい、ウィルに定期購読があるってご存知でしたか？え、そうだったんですか？知ってますよ、ね、はい。でこれね、ぜひおすすめしたい理由があるんですよ、ね、でこれ1年買うと、まあ、12冊じゃないですか。で定期購読の場合はこう月々書店で買うよりも1300円お得なんですよ。ほうほう。で、まあ、1冊、まあ、950円980円なんで1冊分以上と以上ですね、はい、でこれ2年の契約だと、はい、つまり24冊おで19600円ということで、これ3900円分お得。あ、結構いきますね、はい、4冊分お得。おそしてなんと3年36冊だと27,360円。ほうほう。ってことは7900円お得なんですよ。ああ、本当これお得ですね。めちゃくちゃお得、はい、しかもですよ、これ定期購読していただくとデジタル版、デジタル端末でも、はいはい、あの利用可能になりまして、はい、しかもバックナンバーも2014年10月号以降、まあ、この8年分ぐらい、そうですね、もう全部見られるという。ああ、いいですねこれは ね、 これね、はい、むしろ私があの記事ってあれどこにあったっけみたいな探すこと多いんで、うん、なるほど。もちろん私が利用したいぐらいなんですけどねこれ、うんうんうん、で概要欄に富士山マガジンというホームページのリンクが貼ってあるので、そこからお申し込みいただければと思います。はい、これいいと思います。あの過去のものを読みたくなるという時ありますから、この電子版が遡って読めるっていうのは非常にいいですね。白川さんが初めてウィルに寄稿していただいたのが、はい、でも5年ぐらい前ですか。そうですね。なので少なくとも白川さんの寄稿は全部読みました。全部、はい、あの名作、橋本徹の正体とか、ね、山本太郎の正体とか、あの白川司の名を世間に知らしめた名論文、はい、あの感動再びという、一生懸命書いてましたね、はい、懐かしい、はいはい、ということでぜひよろしくお願いします。お願いします。というゴリゴリの口になってしまいましたが、いやまあね今日は何を話しましょうということなんですが、はい、まあ、一個はあれですよね、はい、やっぱり統一教会問題と国葬の問題が、はい、うん、なんかテレビのプロパガンダになりつつあるっていうところはやっぱりちゃんと言っておきたいなと思うんですよね、まあ、そうですね。で、まあ、今回まあ触れていきたいのが、はい、まあ、ミヤネ屋がまあ一番ひどいというか、まあ、自民党叩き、これに乗じてやってるところですよね、うん、まあ、視聴率稼ぎだとは思いますが、はい、で最初に扱うのがこれ玉川徹、はいはい、玉川さん、このチャンネルのキラーコンテンツです、ね、キラーコンテンツ、はい、あの羽鳥慎一モーニングショーという朝の番組、はい、テレビ朝日8時から9時55分までやってる番組がありますけど、はい、そこでもね、まあ、玉川徹さんがね変なこと言ってるんですよ。うん、でも挙げればキリがないんですけど、はい、例えばこれ9月1日の放送なんですが、はい、これその国会議員、その今自民党であの調べてるじゃないですか、うん、その統一教会系の団体とこうつながりがあったかどうかみたいな話を、はいはい、でそれに関してこういう発言がありました。だからそもそもの話が、例えば国会議員の中に統一教会の信者がいたって悪くないんですよ、それは、うんうん、それが悪いんじゃないんですよね。ただ我々が知りたいってことなんですよ、関係を。例えば創価学会と公明党の関係がある中で、僕は公明党の議員の中のどれぐらいが創価学会員なのか僕は知りませんけれど、でそうなんだったらそうなんだと言ってもらって、我々はそれを全部知った上で投票したいだけなんですよねと。だからそれが嫌だっていう人もいるかもしれないし、全然関係ないよっていう人もいるかもしれないし、それは我々選ぶ側が判断することであって、オープンにしてほしいというのが国民全体の思いだと思いますと。これは問題発言ですよね。まず、はい、国会議員も一応国民なので、人権というのがあるわけですよね、はい、で人権の中にはその信教の自由というのがあるわけです、うん、で、そこの方、その人が、その政治家がどういう政治信条かっていうのはもちろんオープンにしなきゃいけないんだけれども、これは公務に関わることだから、はい、それ以外のどういう宗教を信じているかとかっていう部分っていうのは、これは、うん、強制できないですよね、うん、でそれをやれって言ってるということは、これ、政治家、まあ、この場合は国会議員ですけれども、国会議員は人権をゼロにしろって言ってるようなもんですよ、これ、
うん、これダメでしょ。めちゃくちゃこれ危険な発想ですよね。それこそこう憲法を守れと言ってるんだけど完全にこう憲法違反じゃないですか、うん、こんなことをやってしまったらね、はい、だからそのあたりなんでわからないんだろうっていう。だからもう統一教会絶対悪というかね 100% 悪、うん、まあ悪いところもだいぶあるとは思いますけど、うん、このなんですか、ね、魔女狩り的なものって、うん、本当怖いなと思うんですよね。なんかねちょっと遡って、はい、ニュースサイトのニュース見てたらですね、あの玉川さんってあの統一教会は日本人にとっては悪だ、まあそれはいいとして、うん、ショッカーみたいなもんだって言ってるんですって、仮面ライダーの、これすごくこうなんていうのかな、こう人間観としてなんか幼稚ですよね、うんうん、つまり正義の味方である自分、仮面ライダーである自分と、でそれをガンガン叩くショッカー統一教会みたいな人間観なんですどうも、うん、だからそれを叩くと、うん、でそれに関わっている自民党も悪の結社だから、叩くみたいな、どうもそういうこう単純な、うんうん、幼稚なそのものの見方っていうのがあるみたいなんですよ、うん、でそれを踏まえてみるとこれよくわかる話なんですね、うんうん、玉川さんのこの見方っていうのがね、うん、その統一教会に対してその不ダメっていう評価するのはもうそれは私は別に否定しませんっていうかその通りだと思うんです。ただそれを、関わっているからって言って、その議員をが謝罪しろとかもう果てはやめろとかってね、で今後はそれがわからないようになるのはおかしいから、どういう宗教を信じてるか全部言えって言ってね、これもうダメですよ、憲法違反ですよ。でこれをあの公共の電波で流したっていうのは本当相当の問題ですよね。ちょっとこの人感覚麻痺してると思います、うん、この人護憲派じゃないですよ、あの危険派ですよ。危険派、うまいですね、うん、でこれ玉川氏、まあ、こう言うんだったら僕がやっぱ知りたいのは玉川氏がなんでこういう発言をする背景にどういう交友関係があって、うん、例えばどういう、ね、中国からね、例えばもしお金とはもらってないのみたいな、そういう、こうキャスターとか地上波に出てくるんだったら、はい、そのあたりをもう全部公表してほしいですけどね。今がおかしいんですよ、うん、要するにその統一教会の特別会員でしたっけ井上、でそれはもう悪いことだったと、だから、うん、その、会員を やめてもう一生統一教会とは付き合わないっていう宣誓までさせられたわけですよ、うん、この時点でおかしいんです。これを自民党が飲んだ時点でおかしいんですよ、うんうん、だってその宗教は悪かもしれないけど、うん、現時点で違法ではないから、そこと付き合うことは違法ではないんです、うん、法律とは関係ないんですよ、はい、うん、ところがそれを悪だという認識を広めたので、その悪に関わってるから、お前悪をやってるからそことは縁を切ろとか、うん、辞任しろみたいなことを言うのはこれめちゃくちゃなんですよね、うん、もう法律と関係ない脱法的な話をしてるんですよ、うん、そしたらねこう、玉川氏が言ってるのねこういうことなんですよ、もし国会議員に統一教会の信者がいたらどうするのって話です。例えば冒頭から、国会議員になりましたと、うん、でその人は実は統一教会の信者でしたというのが後で分かるわけですよ、はい、どうします、どうします、うん、まあ、それは攻撃するんでしょうけど、どうしようも、でも攻撃したらダメでしょ、だって信教の自由あるんだから、うん、でもこの感じだとだからね、矛盾してるんですよ、うん、関わったらダメだということはその信者であるということは否定しなきゃいけないんだけど、その国会議員が信者であったらそれ何にも言っちゃいけないんですよ、うん、法律的にね、言ったらおかしいって話になるから、うん、だから矛盾してるんですよ最初から、うん、つまり違法性のあることをもしかしたらマスコミはやってるかもしれないということなんです、うんうん、でもう一個矛盾があるのはね、要するに統一教会が支援したから受かった議員がいるみたいな話してるじゃないですか、はい、ということはね、圧力団体って、まあ、これ政治用語で悪い意味じゃないですよ、うん、あの圧力団体が100万人いて、その人が支援する議員が、人が国会議員になりました OK ですよね、うん、じゃあ、宗教団体が押した候補が議員になりました、ダメ、いいんじゃないですか、うん、統一教会が押した、候補が議員になりました、これは、まあ、全然いいんじゃないですか、 OK なんですよ、だから OK な話をダメだダメだって言ってるから、うん、いろんな問題が起こってるんですよ実は、矛盾する、う
だからこれね、おかしい、鼻からおかしいんですよ。鼻から憲法違反に、転職するかもしれないようなことをマスコミが、社会巻き込んでやってるんですよ、うん、もっと言うとね、それがダメだったらこういう公明党と創価学会は解散しなきゃいけなくなりますよ、はいはい、で それは言わないでしょ、はい、そういうことなんですよ。一番エクスキューズ的にね、玉川氏は公明党創価学会の関係に触れてはいるんですかね、はい、あ、つまりね、このエクスキューズなんですよ、うん、私は創価、あの統一教会の信者が国会議員でも悪いとは思わないと言っておいて、うん、エクスキューズしてるんですよ、この人、要するに、うん、それはいいんですよと、うん、今私たちがやってるのはあの正しいんだけれども、うん、ただしその人が関わりじゃなくて信者である場合は OK なんですって玉川氏言ってるわけ、これエクスキューズなんです。自分たちが悪いことを知ってるから先に言い訳しておいて悪くないっていう、あの自己正当化するための論理使ってるんですよ、うん、ただし、だからその人は、その候補者は自分はどういう宗教を信じてるかっていうのを明らかにしなさいってとんでもないことを言い始めたの、その言い訳のために今回一線を越えたという、一線越えたんですよ。だから最初スタートが間違えているから、はい、いろんな間違いしてるっていうことなんですよ、うん、だからね、あのおかしかったんですよ最初から、この統一教会の問題で自民党を責めるという話が、うんうん、なんでそれが分かんないのかなっていうんです、思うんですよね。最初からそれ言ってますよね、はい、言ってるんですよ。ところがそれはお前が信者だからだろうみたいなことを言う人がいるんだわ。そういう問題じゃなくて憲法で認められてるんだから、はい、そこ突っ込むと矛盾が生じるよって話をしてるのに分かんないんだよね。それはテレビに洗脳されてるんですよ、うん、これ結構分かってくれる人というか、うん、まあ、この視聴者の方は多くがその、うん、まあ、大半はなんでこれが憲法違反というかね、抵触するのかっていうのは理解されてると思うんですけど、うん、意外にこれ難しい問題だと思うんですよ、うん、別にそれも何だろう、うん、統一教会を批判して攻撃する自由もあるじゃんみたいな感じでね、思ってる節が多いっすよ、うん、それは一般の人はいいんだよ。そう、一般の人いい、一般の人はいいんだけど、マスコミはアウトでしょ、うん、だって、信者を動員して選挙活動をして当選してる議員が一番多い宗教はどこですか、うん、まあ、創価学会ですね。ですよね、うん、そこ触れてないですよね、うんうん、政治が宗教に関わるなっていうんだったら、その一番矛盾したことを全国規模でやってるその組織はどうなるのって話必ずしなきゃいけないわけですよ、うん、だからそれテレビとか新聞やんないでしょ、うん、これ卑怯の極みですよ、うんうん、でこの統一教会とか、まあ、この国葬の問題って、まあ、国葬が9月27日なんで、はい、まあ、あと3週間以上、うん、まあ、この報道って続くとは思うんですけどね、うん、この扱いようがないというか、もう新しい、うん、ネタトピックってないんですよね、うん、もう全部語り尽くされて、うん、なんで国葬するか、うん、国葬の意義は、まあ、こちらがいくら言っても、うん、いくらこう世界から安倍さんが評価されているよとか、うん、この素晴らしい功績あるじゃないかと言っても認めないですし、うんうん、プラスこの統一教会、この押し問答と言いますかね、うん、我々が何を主張しても相手には全く響かないという、うん、で相手はよくわかんないことやってて、うん、うん、ってこっちはなるという、これが ね続いてても多分絶対これもう分かり合えないんですよね、このだからね、筋を通らないことがマスコミがやるもんでおかしな話になるんですよね、それは盛りかけと一緒じゃないですか、そうだから盛りかけまで2年ぐらいやってたじゃないですか、ほな一発で分かること、うん、だからその感覚、また安倍さんが亡くなった後も、うん、この久しぶりにこの感覚を味わってるぞという感じなんですけど、だからこのひどさっていうのは、うん、マスコミが劣化してるんですよね、うん、マスコミが要するにその憲法が何かとか、昔はね憲法が何かっていうのは護憲派も改憲派も考えてたんですよ、うん、とか今はもう感情なんですよね、うん、憲法のこと突っ込まないけど護憲派と改憲派が分かれてるもんで感情論になっちゃうのよ、で感情論だから所詮は法律とか関係ないところで話をするから、もう2つに分かれてもう攻撃、お互いを罵り合うだけってことになるんですよね、うん、ああそうで、ただしマスコミは護憲派が多いからなんか護憲派の声の方が大きいと、ところがサイレントマジョリティである改憲派の方が数は多いじゃないですか、ここで国が分かれちゃうんだよね、
だからマスコミ不信みたいなのが募って、結局それが全て SNS に行くわけですよ、うん、とかその SNS はそのあ一方の方の意見を偏ったものとしてちょっと言論統制を始めたりするじゃないですか、だからそれはもうこのなんていうのかな、マスコミの、があまりにリベラル左翼が多いっていうところから始まってる矛盾なんですよね全ては、うん、でこれがなんとかならない限りはずっとこんな感じですよ、うん、おそらく、はい、でまあ服部慎一モーニングショー玉川通るしに触れましたが、はい、ミヤネ屋もありましてね、でミヤネ屋といえば、まあその地上波の中で、はいはい、最もこの統一教会問題に割く時間が多いとね言われてますけども、はい、あったじゃないですか24時間テレビに関して、はいはい、その統一教会側からもその反撃第一弾があったと、はい、でそこにあれ石川県でしたっけ、これスポニチの記事なんですけどね、はい、この日本テレビの24時間テレビに教団の女性信者がボランティアとして7年間関わっていたことを公表したと、うんうん、で過熱報道に対する注意喚起として、うん、まあ、報道機関を調査して公表していくと、はい、あったんですけど、それが、8月26日、はい、でそれ以降その翌週からなんかこの相変わらず統一教会を扱うんですけど、その自民党との関わり、自民党議員と関われているよという報道は、うん、これやらなくなってるんですよね。なるほどね。そうそうそう。うん、だから急遽なんか放送内容を差し替えたのかもしれないし、なるべくこう自民党との、例えば統一教会のみを攻撃しろみたいなね。なるほどね。だからちょっと焦っているというか、バタバタしているのかもしれないですけど、霊感商法と統一教会という話にしちゃったんだね。そう、統一教会そのもの、うん、霊感商法は悪いですよという、多分事前に VTR は作ってたんでしょうけど、うん、でその後そんな統一教会と自民党こんなにズブズブだぞと言いたかった部分を言えなくなっちゃったんで、あ、自分もね、自分もだから、ね、まあ、ズブズブとは言わないかもしれないですけど、うん、ね、これ多分だから日テレの24時間テレビのスタッフとしてもこれまあ、分かんないじゃないですか、うん、信者がボランティアになって、うん、そんなわざわざだってボランティア参加したいっていう人に、うん、統一教会ですかって聞くのかっていう話で、いや失礼ですしね、うん、そういうことですよね。要するに自分たちも同じことをやってるから、うん、指摘されたら、あの相手のことしか指摘できなくなったって話ですよね、うん、で、はい、マスコミも結構統一教会系の団体とね関わりを持ってるという話も出てきましたよね、うん、でこれ、うん、全国霊感商法対策弁護士連絡会のこのホームページに、はい、統一教会関連団体リストっていうのがあるんですよ、うん、でこれまとめられていて76個あるんですよね、ほう、で例えばあの今回の UPF、はい、天宙平和連合とかピースロードとか、うん、まあ、国際勝共連合とか有名ですよね、うん、あとメディアだと、まあ、ワシントンタイム、世界日報とかも、まあ、我々のね、はい、業界ではというか、まあ、そうですね、有名ですが、例えばこの株式会社、はい、ヤマトメディカルとかね、ほう、医療法人社団日進会、大塚訪問看護ステーションとかね、ははこんなん分かるかっていう、これはもう関わってたってどうでもいいですよね、この辺になるとね、うん、普通にこうビジネスやってるわけですよね、うん、いや、あの統一教会は実はビジネスで儲かって、はい、会社なんですよね、本来そのお寿司のその寿司 ネタの方ですよね、うん、鮮魚を、アメリカで売って、成功して、そのお金で、保守活動を始めたという団体なわけですよ、だから国連にも顔が利くというところがあって、だからこそ、その集会に関してはトランプ大統領も、安倍さんもビデオメッセージを寄せるっていう、そういう、ところがあったわけですよ。それはもう元を正すと国連に力があるからですよね、うん、でそういうのを考えるとね、関わったからアウトみたいにしていたら、うん、絶対何か関わってますよ、うん、ああ掘り起こせば、政治家だったら、保守であれば、はい、うん、そしたらさ、それはもうなんていうのかな、バイキンとかね、ウイルス扱いにしてるってことになるじゃないですか、うん、これ見てて、あのコロナの時と同じだなと思うんですよ。この濃厚接触者とかね、したらもう打滑のごとく嫌われて避けられるじゃないですか。そうそうそう、なんかね、そのそういう風なイメージであるっていうのはやっぱりちょっとね、
おかしくなりますよ。なんちゅうかさ、とにかく自民党叩きたい人がいいネタを見つけたからガンガン使ってたんだけど、さすがにちょっとやばい水準まで来たって話なんですよね、これね。うん、もうやりすぎですよ。いやだから一般の人はいない、あのマスコミがやりすぎですよ、いくらなんでも。いやもう本当に憲法抵触しますよ、さすがにここまで来てると。でね、要するにだからビジネスで広がってる、最初は霊感商法中心だったんだけど、だんだんその国際ビジネスで広がって、実は世界的な都市ブームっていうのは、その統一教会がバックにいるんですよね。あ、そうなんですか。うん、そうなのよ。要するに韓国 の、 その、企業なわけですよ。もうその関わりあるんだけど、韓国企業がその、専業を、アメリカに下ろすことによって、うん、アメリカでも生魚で寿司が握れるということを可能にしたというの、その、縁の下の力持ちをやってたわけ、うん、そうすると日本が寿司ブームに、寿司ブームの世界になって、日本がちょっと寿司の国としてこうちょっと人気者になったというところに、ね、統一教会が実は裏にあるんですよね。ほうほう、うん、でそれぐらいの実力のある企業を作っているから資金力があるんですよ。あの昔あのメッコールっていうあのコーラ、世界一まずいコーラっていうのが、はあ、今でもなんか昔市販されてて、今でもそのビレッジヴァンガードとかビレバンとかではなんかネタ商品として置いてあるかもしれないんですけど、それが統一教会系 の、 その飲料ビバレッジ企業が出してたっていうのも今回初めて知ったんですけど、ね、だからいろんなところにこう手広くやってるんですよね。そうなんですね。なんかその宗教団体とそのビジネス の、 そのコングロマリットと2つの顔があるってことなんですね。なるほど。で、まあそれはだからあの自民党に近づくっていうのはおそらくその商売がやりやすいっていうのもどっかであるんだろうなとは思うんですよね。自民党が強い方がやりやすいんだろうとは思うんですよ。だからそこで関わりが出てくるのは私はもう避けようはないと思います、関連団体に関してはね。宗教団体そのものに関わることに関してはそれはもう賛否両論あって当然だと思います、はい、ただその宗教団体悪だから関わってたら悪っていう話をしてると、それはもういろんなものに抵触するので、それはちょっとねマスコミがやるべきことではないですよ、うん、少なくともテレビとか新聞のレベルでこれをやるかっていうのは私本当呆れてますよ、うん、公共の電波だからねテレビなんてね、うん、でその公共の電波地上波テレビ劣化の、はい、まあ、象徴ともいえるのがこの金平、はい、あ金平さんという方申し訳ない音読みしちゃいました、はい、報道特集、はい、金平さん特任キャスター、特任キャスター、まあ事実上の降板ですね、で、まあ、ネットでは大激論、物言う杭は打たれる変更報道と真っ二つと物言う杭は打たれる、うん、名言ですねまあそうですよね、はい、まあ、要するにまともな人は、はい、金平氏どうなのっていうので、で、まあ、左の人は、うん、あまたなんかこう自民党批判してるから、はい、なんか圧力がかかって、うん、官邸から圧力がかかったんじゃないかみたいな陰謀論をね、うん、いう人たちもいて、うん、これね自らあの放送法に引っかかってるかもしれないということを激白してるってことですよね、物言うキャスターということは、ね、でしかもその意見というのは反政府に偏ってるっていうことを最初のね、これは、割と同情的に書いてるんだけど、やっぱりそれはあの語るに落ちるで出してますよね、放送法違反ですよね、両論併記しないってことですね、このキャスターのやってる番組は。いや本当報道特集って、うん、サンデーモーニング以上にまあひどいですよね。ひどい。サンデーモーニングはまだそれぞれの左の人がメインですけど、うん、コメンテーターの意見がありますが、はい、本当にねずっと金平氏の、うん、左側の言説をねただ流し続けるだけなんですよこの報道特集、うん、そうですね、しかも、まあ、サンデーモーニングってまあ日曜の朝なんで、まあ、若干もうなんか、うん、真面目にみんな見てないというかね、うんうん、まあ、ある意味もうバラエティみたいなもんじゃないですか、そのハリーとかも含めて、うん、はいはい、だけどこれなんかもうすごいもう真面目な報道をやってますみたいな、うん、TBS 報道の TBS の代表みたいな顔をして真面目な顔でこれ流されるんで、うん、これねめちゃくちゃ悪質なんですよ。
これね、だから報道特集ってもともとちゃんとした番組だったんですよね、うん、あの当初はね。私も領事直哉さんとかがおやりになってた時はよく見てました、うん、堀なんとかさん、うんうん、であの山口のりゆきさんもディレクターやってらっしゃったんですよね、はい、だから、報道特集確かに反政府的ではあったんだけど私は偏ったというイメージはなかったです、うんうん、要するに政府に都合の悪いことを、ちゃんと報道しようという番組だったんだけど、今のこの金平さんの、報道特集に関してはそうではないですよね、うんうん、最初に結論ありきで番組作ってますよね、うん、で一つの、立場に偏った人間をトップに据えてその偏った方向から意見をずっと言うということはこれは両論併記しなければいけないという放送法に触れてるんですよ、うん、どう考えたってでここまでそれが許されていたというのが実は異常であって、はい、当人キャスターとして一つの意見を見せるというのがいいですよ、うん、メインキャスターとしてずっと出ずっぱりなのに偏った意見を出すっていうのはこれおかしいんですよ、うんうん、まあさ、この人物言うキャスターと言われてる時点でおかしいんですよね。報道っていうのは最後は見てる人間に判断を委ねるというものでなければいけないわけ、うんうん、新聞はいいんですよ、自分たちの責任のもとに出してるから雑誌もいいんですよ、うん、でもテレビはダメだから、うん、限られた電波ですからね、うん、そうなんですよ。でこれ、ね、日刊現代とかですかね、ここにはないんですけど、はい、これでもう筑紫イズムの火が消えるのかみたいな。あ、もともと筑紫哲也ニュース2-3ですか、うん、あの時に、まあ、その下でやってたんですよね、はい、金平さんもね、はいはい、筑紫イズムってなんかちょっと神格化してますね筑紫哲也筑紫イズムね、うん、でこれ、はい、この2022年5月だからもうつい最近ですよね、はい、3ヶ月前にこの原発事故と甲状腺がんのタイトルで放送された内容が問題視されたと、はい、僕ね、交番の原因にこれもあるんじゃないか、これめちゃくちゃひどくって、うん、まあ、つまりもう放射能、あの脳の方のね、はい、で完全にその、まあ、東電のね、はい、事故によって福島の子どもたちに甲状腺がんが多発しているっていうあの小泉純一郎とかあの鳩山とか環奈とかなんかヨーロッパの方行って訴えてることと同じですよ、つまり嘘ですよ、うん、嘘ですねこれね、これ どういうことあ、だからこれはつまり結論ありきからやった、あの報道の作り方ですよね、でこれ科学的に反論されてるからもう反論できなくなったってことですよね、うん、まあこれ一つのきっかけになったんでしょう。だからいやこれ多分原因になってると思うんですよ、さすがにこれ看過できないっていうので、これはもうダメですよ、看過できないんですよ、確かに、ね、TBS の内部にもねまともな記者、うん、まあ、社員はいると思うんでね、うんうん、これはまあ英断だったと思いますが、そうですね、この後任の方は結構若い方、これはそうですね、また社員に戻るんでしょうね、村瀬健介さん、ちょっと写真見る限り爽やかですけど、うんうんうん、金平さんも昔は爽やかだったのかもしれないですけど、うん、でもあんまり爽やかな覚えてないな、うんうん、あんまり、でもね、報道特集は、まあ女性キャスターになった時だったけど基本的にはこわもてが出る番組だったんだけどね、うんうん、爽やかにしようとしてるのかな今は、うんうん、古舘伊知郎でしたっけ、報道ステーションも、はい、なんか若いスポーツ畑の記者が、はい、いましたよね、うん、もうやめちゃいましたけどね、やっぱね今ねサイレントマジョリティがねサイレントじゃ なくなりつつあるんですよね、ちゃんと文句言うようになっちゃったから、昔みたいに好き勝手放送できなくはなってるんですよね、特に SNS で共有できるようになったから、うんうん、だからもうこういう人たちは本当にね引退した方がいいですよ、うんうん、てかもう68歳なんで、まあ、普通の企業でももう定年じゃないですか、そうですね、だからまあ更新にね道を譲って、うん、それでね、この人の話を聞きたいんだったら YouTube チャンネルを作ればいいんですよ、そうこのヒラチャンネルを作って、うん、とんだけ人気あるんだったらあっという間に数十万の登録ができて、うん、もう収益なんかバンバン出ますよ、うん、結構このコメンテーター、まあ、芸能人とかもこれ YouTube 時代残酷じゃないですか、うん、結構、まあ、レギュラー持ってる、うん、まあ、いろんな番組で見る人気の、うん、まあ、お笑いタレントとかでも、はいはい、YouTube 全然再生されてないみたいな、再生されてないんです、だから YouTube、 そうこれ分かりますよ、本当の人気が分かってあれ残酷だなって思っちゃうんですけどね、うん、そうそうそう、でもまあいわゆるまあ左派系の YouTuber って流行らないじゃないですか、ね、一番アカウント持ってるのって日本共産党公式アカウントとかじゃないですか、うん、いや結局そのサイレントマジョリティじゃないからね、ノイズノイジーマイノリティだからってことですね、うん、数は少ないってことですね、確かにこの左派系の言説垂れ流されてもそれ地上派
普通にテレビ見れば同じことが聞けるわけですから、そうそうそう YouTube でやる意味がないというかね、うん、そうそうそう、やっぱり YouTube は本音を聞きたいんですよ、うん、なるほどね、うん、うん、それはそうだ本音、うん、いやだから YouTube からこうテレビのねそういうリベラル左翼言説というのは壊していかなきゃいけないというふうに思いますね、うん、頑張りましょう、はい、ということでまあ、いろいろとね、まあ、メディアの問題をね振り返っていきましたが、はい、まだ明日日曜日用の動画をこれから撮影するので一旦締めさせていただきます、はい、で冒頭で紹介しました定期購読ですね、はい、概要欄に富士山マガジンホームページリンクを貼っておきますのでぜひクリックしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。